ペヤング学祭だよ。どうも、人造人間19号くんです。今日のガチ採点はこちら。じゃん。ペヤング超大盛り。彩り豊かな7種の具材の焼きそばです。すごいパッケージが綺麗でね、どんな味かなというふうに興味を持ちました。実食。はい、お湯を入れて3分経ちました。こちらです。見ての通りですね、いろんな具材が入ってるんですよね。ソーセージ、キャベツ、コーン、キノコ、人参、ベーコン。あとはわからない。あのですね、香りがいいんですよ。さっき湯切りした時点で、そのお湯の湯気の香りがですね、野菜の甘い香りがしたので、これ美味しいかもなといういい予感がしてます。今年の暫定1位はですね、名油味、迷うに油で名油味100点としましたけども、今回のこちらの焼きそば何点がつくでしょう。はい、ということで、まず印象としてはキノコの香りが一番先に来ます。キノコのあの優しくてこう奥深い和風な味わいが一番印象に残りました。全体的にいつものペヤング焼きそばよりまろやかな甘みがあるかなという感じですね。では今日もガチ採点に参ります。ペヤング彩り野菜の点数は90点。普通です。普段の何でもないあの、ベーシックなペヤングも90点だと僕は思ってて、このたくさん具材を入れた割には、さほど変化がなかったかなという印象ですね。皆さんも一度試してみてほしい。で、どんな感じだったのか感想を聞かせてもらうと嬉しいです。おすすめです。